合掌造りの美しさは四季折々に楽しめます。深い雪に閉ざされる冬、白く染まる合掌造りの家並み、雪に飾られた合掌造りは幻想的な風景を見せてくれます。日本有数の豪雪地帯に位置する白川村小木町集落、冬には陸の孤島と呼ばれることもありました。凍てつく寒さ、かやぶき屋根から大きく伸びたつららが冬の厳しさを物語っています。雪に強い合掌集落でも雪下ろしの作業は欠かせません。屋根の傾斜で雪を落とす構造の合掌造り、それでも冬の間2回から3回は雪下ろしの作業が行われます。湿り気が多く重く硬い雪を下ろします。雪下ろしには小敷という長い棒にヘラのようなものがついた道具を使います。高い場所や屋根の先の雪を下ろすため豪雪地帯には欠かせないものです。厳しい環境の中で生活が営まれてきた白川郷小木町集落、合掌造りの家々も静かに春を待ちます。岐阜県の隣、長野県地獄谷温泉にも外国人に人気の高い冬の名所があります。温泉に入る日本猿です。長野市内からおよそ1時間、地獄谷野猿公園はニホンザルを観察できる場所として親しまれています。冬の寒さが厳しい標高850メートルの地獄谷渓谷、ある日人間が露天風呂に入る様子を真似て一匹の小猿が温泉に入ったことが始まりです。その後、徐々に温泉に入るニホンザルが増えました。現在の猿専用露天風呂はニホンザルが人里の温泉に入るのを防ぐために作られました。この猿っていうのは温泉が非常に好きなんだっていうイメージあるんですけれども、温泉に好きで入るわけではなくて、やっぱりこれだけ寒いっていう環境があるから温まるために温泉に入る光景がよく見れますよね。ニホンザルが生息する北限、青森県下北半島と同じ寒さの長野地方、そこで猿たちが考えついたのが温泉で暖を取ることでした。そして外国人観光客にはやはり大人気の場所です。1970年アメリカライフ誌の表紙を温泉に入るニホンザルが飾って以来、世界中に広まり、今では年間およそ8万人の外国人観光客が訪れます。 Yeah, I really love them. I mean, in Mexico we don't have snow and our monkeys are so different from yours, and they are so lovely. This is an amazing adventure for us.
I've seen a lot of pictures of the snow monkeys in National Geographic and things like that. So we were in Tokyo, and it seemed like it was pretty convenient to come here and see the snow monkeys. I agree, they're pretty human-like. Makes me want to get in also. And it's strange how they don't really react. I'm sure they're used to seeing a lot of humans. 日本ザルが温泉に入る不思議な光景が国境を越え、世界の人々に愛されています。これだけ間近で見れる環境の中で、四季を通していろんな猿の姿見れますんで、他のシーズンも楽しんでいただきたいなっていうふうに思います。自然に生きる猿たちが私たちの心を温めてくれる癒しの場所です。